え、じゃあこれパリーグは？パリーグは、はい、優勝するチームは、はい、西武です。へえ、そうなんだ。もう優勝、はい、あ、ダントツで。あ、え、でもまだ 1.5 ゲーム差ですよ。で、出てるからデータで。データで。うん、あのダブルスコアぐらいで、で、次点がソフトバンクです、はい、うん、まあ、今のじゃあ順位ですね、西武ソフトバンク、うん、これでもう、でもちょっと倍ぐらい、約倍、うん、西武の方がポイント数が高いから、もう西武が優勝です。 1.5 ゲームしか離れてないのに今出てる。でもこの数字をこの逆転できればね、はい、ソフトバンクがあるけども、まあ、パリーグでいうと、はい、68% です。へー、 68% の確率で西武が優勝します。へー、でもあの 90% の確率で西武かソフトバンクが優勝します。はい、どっちか。まだそんなに離れてないのにな。 1.5、 1ゲーム 1.5 でね、でも出ちゃってるんだよデータに。そのデータ何なんですか？でこれあれ一生もやっとするパターン。はい。